里崎チャンネル。こんにちは。さあ今日は。今日はですね、はい。ボビーマジックその一部紹介します。ボビーマジック。はい、ボビーマジックってボビーバレンタイン監督の時にボビーマジックってよく言われてた。へえ。その120何通りの、はい、あの毎日違うオーダーでみたいな、うん、でリーグ優勝日本一になって、はい、ボビーマジックみたいな。へえ。だそのボビーマジックとは何かっていう具体的なね、はい、分かりやすい一部を紹介っていう、うん、はい、今日はだこれ第2弾第3弾もあります。おボビーマジックとは第1弾です。はい、はい、まあ、佐藤さんいつもそのボビーさんのことね慕ってるというか尊敬されてるようなね、そうそう、うん、感じですもんね。だからボビーマジックの第1弾は、うん、もう来てすぐに始まったんだけど、はい、今だともうなんかこのフェイスこれとか、うん、肘当て、はい、すね当てとか、はい、いろんなものをつけてる、うん、防具的に選手いますけども、あれ2000年過ぎぐらいに肘当てをつけても良くなったんですよね、はい、それまでそのつけていいルールじゃなかったんですけど、うん、つけて良くなって、でボビーが来る時とちょっと同じぐらいになって、はい、肘当て全員強制です、うん、はい、ボビーはあ全員つけなさいってもう指令だったんですね。そうそう、もう強制でっていう、もうよっぽどのことがない限りもう全員強制でつけなさいっていう、はい、その肘当てっていうのはもともとアメリカではつけてたんですかね。多分アメリカではつけてたんじゃない。だって多分日本は結局アメリカでつけてたものをやるからね。だってこれも多分アメリカじゃん。あそう確かにそうですね。ああそうかそうか、だからあの、まあ、アメリカではまあ主流だったわけですね。そうそう、ズボンのね裾がピローンってなってるのもアメリカから来てるから、うん、だいたいアメリカで流行ったやつが来るんだけど、そのつけていいようになって、はい、もうボビーは全員強制で肘当てっていう。うん、それなんでなんですか。無駄に怪我する必要ないやろっていう、つけてもいいんだから。確かにつけなくて怪我したらもう罰金もんだよっていう。あそうですね、つけていいんだからっていうので全員そのやっぱボビーが一番最初に来て言ったのは、はい、このチーム全員怪我させないっていう。それはもちろんねデッドボール当たって骨折とか、はい、なんかもう仕方がない怪我ってあるじゃんね、うん、交差したとか、はい、っていうのは仕方ないけども、その疲労とかとともに、うん、その疲労での怪我とか、うん、そういう蓄積での怪我っていうのをこのチームで出さないようにしていきたいっていう、うん、中で強制肘当て。これなんか肘当てって動きにくいな邪魔だなって感じはないんですか。いや最初はめっちゃあったよ。あそうなんですか。だって今までつけてなかったわけだから、うん、今だとねだってあのアマチュア野球でもつけてると思うの、はい、うん、でもつけたことなかったからもう最初違和感でしかなかったけども、はい、強制だから、だから最初なんかもういやもう打てへんからもう勝負どころ外していこうみたいな、うん、言い訳になるじゃん。なんか固定されてる感が。そうそうそう、であれも肘当てもハードからソフトまであって、はい、あのハード系はもうほんとキャッチャーの足のレガース的にもう全然痛くない、うん、へえ。その代わりちょっとこうなんかガシッと感あるから、うん、もうクロス的なのがあるからそこに違和感ある人もいるし、そのあんまり違和感なく軽くてつけれるやつもあるんだけど、うん、はい、それはちょっと耐久性弱くて痛いの、ちょっと、うん、はい、そう直に当たるよりは痛くないけれども、うん、やっぱこのねプロテクター的な、うん、吸収されてるけどちょっと痛いみたいな、はい、まあ、どっちつけるかなんだけども、うん、ハード系は本当に痛くない。どっちつけてたんですか。俺は最初はハード系で、はい、後になってからソフト系。へー、肘当てにもそんな違いあるんですね。全然違うのよ、メーカーとかそのやつによって、はい、だそれで自分に合うものを選んだりとか、うんうん、するんだけど、ハード系は本当当たってももう出したいから痛くないから。デッドボールのために。そう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 、はい、みたいな、こう避けるようにしてこうやって当てたらこうやってるみたいな。あ、なるほど。それってありなんですか。いや、それはまあ、もうあとはもう腕よ。そうですね。そうですね。ルールの上で腕ですね。だって俺もね、皆さん見てほしい。俺、大谷翔平と1回だけ対戦したことあるの。はい、1打席だけ、はい。大谷翔平がプロ初登板。2ストライク追い込まれて。いや、これ三振だけはできない。絶対使われるから。はい、で、追い込まれてるのになんか抜けてきてインコース。はい、チャッてデッドボール。技ですね。そう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 。プロの厳しさ。プロの厳しさ教えてやったよ。デッドボールだってへーってなってたけど、はい、いらーって言ってデッドボール全然痛、ね、うん、くなかったけどちょっと痛いふりですね、うん、でそっから連絡らって、はい、4、5失点して降板していった、うん、ちょっとなんかかわいそうと思っちゃうけど、なんでプロの厳しさ教えてやったのよ俺は、まあ、そうですね、うん、かなりいい飛ばしてましたね。そうそう、だって1打数だから0安打、はい、あ1打数じゃない、だから1打席、はい、0打数0安打、うん、はい、そう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 、デッドボール1 ちゃんとなんか対戦見たかったですけどね。いやいや、うん、追い込まれてっからやっぱ出塁しなきゃそうですよ、勝負の世界だから、ね、そう勝負の世界だから、はい、デッドボールっていうぐらいこう強制だったの。へえ、
ボビーは。アマチュアの方ちょっとこれ勉強ですね。でもあの明るさまにやるとあのわざとだからボールって言われちゃう。あ、そうですね。そうかそうか。うまくやらないといけないですね。うん、はい、俺だってあの一人の先輩、うん、名前出したら申し訳ないから出さないけど、はい、あの対戦してる時にその人もよくなんか手とか足出すのよ。うん、際どかったら、はい、でその人出して、はい、で当たったんだけど、はい、先輩よ、はい、実績もあって、うん、でも審判の人が、はい、あ今出したからボールボールって言ってデッドボールになんなかった。俺その人言ったら、あのもう大先輩のやつからしょうもないことするのやめてくださいよ本当にぶち当てますよって言ったあごめんごめんさどうって言われた先輩に言えるその精神がすごいですよねなんでだってしょうもないことしてるからでもそもそもちょっとあれじゃないですか。何がこうやるじゃないですか。うん、でも俺は言っちゃうね。はい、だからそれ言えるかどうかはあっち次第じゃん、ね。うん、そうですね。俺は言われなかったけど、もう俺はもう言っちゃった。うん、そうか。デッドボールってわざとだなって思ったら、うん、普通のボールになるわけですね。そうそう、ストライクゾーンとか当たったらストライクになるからね。はい、あ、そうなんですね。そうそうか、そうか。ストライクの位置なのに自分から出てきたらストライクなわけですね。はあ、そうなんですね。だそれがボビー松強制だった一つ、はい、でもう一つが、うん、ピッチャーにチェンジアップ全員強制。へえ、必ずチェンジアップを投げなさいと。おお、もう覚えて投げなさいっていう、はい、うん、今まで投げてなかった人もチェンジアップを全員覚えなさいっていうピッチャー強制で、はい、そこからさらに良くなったのが小林陵侑。へ、今まではフォーク、スライダー、はい、まあ、カーブもあったけど、うん、っていうのがメインだったけど、うん、そこでチェンジアップを覚えることによってめちゃくちゃ幅が広がって、うん、すごい良かったけどもっと良くなった。へえ、チェンジアップってなんでそのチェンジアップを覚えなさいだったんですか。チェンジアップだったのか。多分、うん、まあメジャーではフォークボールよりチェンジアップの方が主流だろうね、はい、でそのなんかね代々伝わるチェンジアップっていうのが一家に一つあるらしいの、うん、アメリカには。へえ、だからその一回だからお父さんが子供に伝える、はい、もうなんかなんて北斗神拳みたいな感じで一子相伝みたいな感じでこう伝えていく、はい、だから各家庭にチェンジアップの握りっていうのがいっぱいあって、だまず一番最初に覚えるのがチェンジアップらしくて、はい、それはもう家庭で教えるんだ。え、チェンジアップってじゃあ握りっていろいろあるの、うん、でそれでフォークボールよりその肘の負担が軽いとか、はい、でそれで落ちる球あるとかっていうところでボビーはもうピッチャーに全員チェンジアップ強制しない、うん、でそれでひろゆきはもっと良くなったし、あと薮田さんは、はい、あの全然だったけど、うん、それによって一気に花開いた。それまではもうなんか行ったり一軍行ったり来たりみたいなパッとしなかったけども、はい、うん、そのチェンジアップを覚えることによってリリーフにもなってすっごいジョーンだった。へー、それ覚えなさいって言われてそんなすぐ覚えられるもんなんですか。だからそれ練習じゃんね。だからみんな練習しないから覚えれないわけよ、はい、だって練習したら覚えれるかもしれないし、それでね、うん、聞きに行ったら何かヒントになるかもしれないじゃん、はい、だその新たなものを作るっていう上で大事だよ、うん、それもともとじゃあ投げてた人から教わったりするんですか。とか、あとは自分で研究したりとかいろいろ、ね、工夫したりとか、はい、だから選手によって全然握り方違うよ。若干挟みながら投げてる人もいれば、うん、サークルチェンジって言ってこう投げてる人もいれば、うん、こうチェンジにならなくても投げてる人もいるし。へ、でも一人だけ拒否った人いたけどね。拒否ったから、うん、結局終盤、うん、もうその人 もう相手名前だ悪くなるのは名前出しにくいですね。あの、その人拒否って、うん、調子いい時良かったけど、はい、落ちていくの早かったね。へえ、そうですか、うん、であの悪くなった時にそこからなんか覚えようとしたけど、うん、もう遅かったよ、ね、うーん、だからやっぱりいい時に覚えなきゃいけないのよ。そうですね、いい時に、あ、関係ないよ俺はこれで今まで押されてるからそんなやんないよって言った時に、うん、落ち目になっていった時に覚えようとしてるから最初からやってもよかったのにって俺は思ったけどね。あ、そうですね、うん、まあ、なんか一つ加えることによって自分のバランスが崩れちゃうとかそういうまあ感覚もあるんですかね。そうそう、あるっていうか、うん、だから結局そこに頭の柔軟性が足りないわけ。まあ、今のでいけるって思っちゃった、ね、そう、うん、あとはそれに覚えることによって他が崩れるっていうのも怖さがあったかもわかんないけど、それで崩れてるようじゃダメだよね。そうですね、うん、増やしてどんどん、まあ、増やしていこうとか挑戦のね。そう、あと小野慎吾さんとかもシュートカットみたいな感じだったけど、はい、チェンジアップ覚えて良くなったし、でもそれで結構良くなったピッチャーいっぱいいるよロッテの中で。え、じゃあ本当にボビーマジックですね。そう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 、うん、なんか見えるところはね、その中、はい、その中打順何通りとか、うん、なんかこう華やかな感じに見ていってるけど、本当にいいのっていうのはこう分からないところでそういうことを明確に指示できてるから。へー、すごいよね。全員に覚えなさいとかなかなか言えないですけどね、うん、でもやっぱりそれが大事だと思って、だからそれでめっちゃ伸びてる人もいっぱいいるし、ね、そうですね、うん、であと3つ目が、うん、これ大体あの3つのパターン出していくから、はい、で最後に3つ、今回の一部の3つ目は、はい、その120何通りのボビーマジックの打線って言った時に、うん、あ、コロコロ変えるのすごいじゃんと思うじゃん、はい、でもこれの一番いいのは
本当は見えないところで一番いいのかって、はい、それ何かっていうと、全選手が今日俺試合出るかもって球場行くの。あだってもう固定されてたら、うん、俺固定されてたら控えの選手ってつまんないやろうなと思うのよ、うん、だって試合出ないじゃん絶対、はい、最初からね、うん、最後ら辺のダイソーとか守備固めとか代打とかあるかもわかんないけど、うん、もう7回ぐらいまでほぼ試合出ないじゃん、まあ、パリーグとかだったら、はい、セリーグとかだったらねピッチャーのところ代打っていうのもあるかもしれないけど、うん、だからやっぱもう球場に行くモチベーションが、うん、俺は高いけど低いと思う。はい、でも、うん、ボビーマジックは、うん、今日試合誰出るか分かんないから、はい、全員1軍にいるメンバーは試合出るかもと思って球場来るんだよ。だ前日とかに言われないんですね。言われない、行ってから出てるってなるから。へー、みんな緊張感持ちますね、うん、しかも1週間に、うんね、それ勝負どころの8月以降になったら別だけど、特に前半戦なんて1週間に1回も試合出ない人1人もいない、はい、ほぼ全員スタメンになる。3分の2は 100% スタメンになるで、うん、でその3分の1も必ず試合出るから、はい、だからそういった面ではこの全員が今日試合出るかもって来るから、うん、モチベーションめっちゃ高いの。そうですね、球場に来る。ただこうイメージではですよ、固定されてる球団って強いなってイメージあるじゃないですか、うんうん、でもその固定されちゃう、この日の打線、うん、すごい流れが良かったってなった時にそれでも変えちゃってたりもするわけですか、そうよ、だって猛打賞打ったのに次の日試合出てないから、ホームラン。だもうそれは最初すごい思ったよ、うん、なんで俺今日スタメンじゃねえんだよお前、昨日猛打賞だぜと思うじゃん、うん、そうですよね。でももう、うん、どの会社でもそうだけど、はい、まあ、上司とかトップの指示ってもう絶対なんだよ、はい、文句言ってもそうなるんだよ、うん、途中からもう明日は休みと思うよねだから積極的に休むよね、あと飲みに行く遠征とかだったら。あそうですね、もうどうさし休みやからさ遊んじゃうかみたいな。あ140じゃあ3試合4試合の、うん、全試合出た人っていないんですか。ほぼいないと思う。ああそうなんですか、うん、それ途中から1打席出ましたとかあるから、はい、そこちょっとどうなのか分かんないけど、まあ、フルイニングは絶対だ。ああそうなんですね、うん、まあ、でもそれも一つの本当に方法ですね、みんなのモチベーション上げる。でしかも全員が試合出るから、うん、はい、ボビーの時は、うん、これ2チーム出しても強いんちゃうかと思ってた。あだからまあ簡単に言えばキャッチャー俺と橋本でしょ、はい、でファーストは福浦さんと磯井だと、うん、で二遊間が堀さん、小坂さん、西岡で平内か渡辺正人、はい、でサードが、今江、初島さん、うん、で外野がマット・フランコ、うん、で三郎、うん、大塚さん、井上潤さんで柿内さんとかと早川さんとか、そういった意味でこれ2チーム出してもそこそこ強いんちゃうかっていう、うん、でピッチャーは怪我させないって言って、はい、あの交流戦とか間空いても誰も飛ばさないから、うん、下手したら中9日とかでエースが投げたりするでも結局2005年6人10勝だからね、はい、すごい。清水尚さん、セラフィニー、小野慎吾さん、俊介、広幸、久保、はい、6人全員2桁勝利。それ多分今まで多分ないと思う、あれから、うん、それ昔はあったかも分かんないけど2005年以降はないと思う、うん、その選手をまあ信頼してるってことですよね、うん、固定せずに。そうそうそう、しかも層も厚くなりますね。そう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 、うん、であとはその誰かが怪我しても困らないよ、うん、はい、誰でもいける。そうそう、使えてるから、みんなそのだから危機管理もなってるよね、うん、だそういった面ではそういうのもやっぱボビーマジックだよ。そうですね、うん、それが本当にいい方向に全部向いたわけですよね。そう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 、うん、でもね、いやでも毎日出てたらなんか使われなくなるじゃん、もうね慣れるそうなの、環境にもうアースボってなるから休み休もうみたいな。その代わり終盤とか休ませてくれないよ、前半戦だけ、はい、前半戦をチーム全体ゆっくり戦って終盤どころからなってくるともう休ませてくれなくてどんどん行くから、はい、だからそのメリハリあるよね、うん、だから競馬で言えばもう追い込めば、うん、最初はもうゆっくり行って最後ムチ打つよみたいな。日本ってだって最初から一生懸命で逃げ的なイメージあるけど、はい、そうですね、うん、まあ、前半はじゃあチーム作り、層を厚くしてみんなを育てて、そうそうそう、中盤いい人たちでガーン行こうっていうパターンだから、だからもう元気よ終盤、うん、休んでるしだから俺よく言われるんだよ、うん、8月とか夏場きつくないですかってよく言われるんだけど、はい、いやそんな感じしたこと一回もないですみたいな、なんでるんですか、いや前半休んでるんでマジックですね、本当に元気なんだよ、終盤めっちゃ元気、うん、はい、だそういった面もすごかったよね。だから選手の全員が今日試合出るかもしれないって言って、はい、モチベーション高く球場を来る、はい、前半休養を与えながらチームの層を厚くして終盤一気に攻められる、なぜなら体力疲れてないからみたいな、はい、すごい戦略的ですね。そう、超戦略的な、うん、これはまあボビーマジック第一弾だ、はい、だこれもう第2弾第3弾いくからね。そうです、まだまだあるわけですね、うん、もう15分も喋ったから、はい、全然2時間ぐらい喋る。じゃあ第2弾もお楽しみということで。そうですね、はい。